今日の1問一答ですね保健医療差別分野検査値とその意義という単元になります次の記述は正しいか誤りか答えよ問題赤血球数ヘモグロビン量ヘマトクリット値は貧血の指標となりいずれも60歳以上になると低下する赤血球数ヘモグロビン量ヘマトクリット値は貧血の指標となりいずれも60歳以上になると低下する という,ふうにありりますすが、これはその通でで丸ですね。まあ、貧血の指標っていうのはいろいろあるわけなんですけど、まあ、その中にこの赤血球数それからヘモグロビン量、まあ、ヘモグロビン濃度と言ったりもしますけどねそれからヘマトグリッド値、まあ、この3つがあるわけですね、まあ、これが貧血状態を表す指標となるということですねで貧血っていうのはこれは酸欠状態を表すわけですね酸欠状態酸素が欠乏するという状態ですね で全身の細胞に酸素を運んでいるのはこれは赤血球になるわけです。でまあ、具体的には赤血球にくっついている結合しているヘモグロビンというものが、まあ、酸素とくっつくわけなんですね。そして全身の細胞に酸素を送っているということなんですけどですから赤血球そのものであるとかヘモグロビンであるとかですねこういったものが不足すると、まあ、貧血になるということですね貧血症状を呈するということになるわけなんですが。 ですので、まあ、赤血球数そのものが減るということは、酸素の運搬量が減るということですから、これ貧血になるということですよね。で、ヘモグロビンというのも酸素とくっついているものになりますから、まあ、これが減る。あるいはヘモグロビン総量が減るというふうに見てもいいですけど、まあ、全体から見たヘモグロビン濃度ですね、これが低下するということは、まあ、やっぱり貧血症状を低するということになるわけですね。ちなみにヘモグロビンというのは、これは鉄分、ヘム鉄という鉄ですね。鉄分とグロビンというタンパク質ですね。 これで構成されていますから、まあ、鉄とタンパクトということになりますね。ですので鉄分が不足しても、まあ、ヘモグロビンが不足するということで貧血になるということですね。でそれからヘマトクリット値っていうのは何かと、まあ、ヘマトクリットっていうのはあんまり普段日常生活においてですね、まあ、で耳にすることがあはそうないかなというふうには思うんですけどこれは何かといったら血液中に占める血球の割合ですね。血液中に占める血球の割合。 で血液っていうのは結晶と血球からなるんですね。結晶っていうのは液体成分だと思ってください。で血球っていうのは固体成分ですね。結晶っていうのがだいたい55%ぐらい。で、45%ぐらいが血球になるわけですね。ですから半分ちょっと血液全体の 半分ちょっとぐらいが液体成分分ですね、結晶と。と半分ちょっと不足するぐらい45%ぐらいが血球で、まあ、その血球っていうのは3つあるんですけど、まあ、赤血球白血球血小板とあるんですがその血球全体の96%、まあ、つまりほとんどの部分は赤血球になりますから、まあ、つまりは血液中の血球の割合っていうのは、まあ、ほとんどですね血液中の赤血球の割合と言ってもいいということですね。 ですから、ヘマトクリット値が低いということは、まあ、血球の割合が低いということで、それはまあイコール赤血球の割合が低いというふうに見ることができるということです。で赤血球っていうのは、この貧血状態に非常に関連しているわけですから、まあ、このヘマトクリット値が低いということは、貧血状態にあるというふうに見ることができるということですね。 ですので、この赤血球数、ヘモグロビン量、ヘマトクリッド値というのは貧血の指標となると。で、いずれも60歳以上になると低下するというふうにやりますが、これはその通りなんですね、まあ、これを老人性貧血と言ったりしますけれども、加、ま、齢、あ、に伴ってまあいろんな機能が低下していくわけですよね、まあ、代謝機能も低下しますし、反射機能なんていうのも低下しますし、まあ、身体機能も低下しますし、まあ、いろいろな機能が低下するということですね。 で血液を作り出す機能のことをまあ増血機能と血を作るということで増血機能と言ったりしますが、まあ、こういったものも低下するということですね。で、まあ、血液中の鉄分なんかが不足するのでヘモグロビン濃度が落ちるということもありますし加齢に伴ってですね それから血液、増血に関わるものとしては、まあ、腎臓とかですね、骨髄とかっていうものがあったりするんですけど、まあ、そういったものの機能というものを用いることから、まあ、増血機能が低下する、うん、よって貧血が起きるとういうことはあるわけですね。まあ、こういったところを総称して、まあ、老人性貧血といったりするわけなんですけど、まあ、こういったものがあるということですね。まあ、そういう認識というのは一つ持っておくといいかなというふうに思います。ということで、今日の問題ですが、赤血球数、ヘモグロビン量、ヘマトクリット値は貧血の指標となり、 いずれも60歳以上になると低下するというふうにありますが、これはその通りで丸ということになります。今日の一問一答の解説は以上です。